ちんちんくそども、あつみな、くんです。はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日なんですけれども、はい、何ですか？今日はですね、何ですか？何ですか？料理人、はい、10分で何品作れるの？わあ、10分って前なんか3分クッキングとかやってましたけど、うん、でも逆にその10分っていうタイムリミットを設けた場合どうできるのかなって自分で思ったの。あ、自分の可能性を確かめないんだ。そう、料理人としてのね。そう、あ、最近はちょっと自分を試していきたいなと。なるほど、10分ってなかなかねむずいよね。うん、10分はむずいよ。個人的に目標は4品、うん、10分で4品。本当に？でもこれまで散々失敗してきてるわけだから、それあのタイムリミットをね、まあ、まあ設けてるやつは、まあ、それを果たして大丈夫なのかっていうのは心配なところではあるよ。一品とりあえず完成させて、一品完成させて、うん、で一応その4品っていうのも、うん、あのもちろんその簡単なのたたききゅうりみたいなのを4つ作るってわけじゃなくて、うん、ちゃんとそれぞれ炒め物とか、うん、全部別ジャンルでちゃんとやってる。そうなの？うん、あら、すごいできんのかね、そんなの。言うはやすし、行うはあだよ。言うはあつし。確かに聞こえたいもん。言うはやすし、言うはやすし、行うはがたし。わあ、はい、だっけ。はい、ということで、はい、早速やっていきましょう。はい、お願いしまーす。お願いします。頑張れ。よし、じゃあいきますよ。はい、うちにあるこのキッチンタイマーでいきます。10分ね。はい、いきます。では、はい、10分間で何品作れるかチャレンジ。はい、よーい、スタート。はい、まずフライパンに火をつけておく。もうで豚肉切っておきます。で、僕はね学んだ焦らないことが大事。はい、本当に焦っては何もうまくいきません。焦ろらゼリーで、僕の頭の中の計算式はもう完璧なので、はい、大丈夫です。1分経過。え、もう嘘だよ。超越しちゃったの。バグりすぎだろ、さすがに。時間の概念。さすがにバグりすぎ。はい、もうフライパンに肉やっときます。はい、これ勝手に火通しておいてもらって、はい、グラタン皿、グラタン皿に絹豆腐、絹豆腐、豆乳、豆乳を投入、はい、すごい、大豆、大豆じゃん。そう、大豆、大豆、大豆なの、これ。本つゆを、本つゆ少々、チーズ加えます。チーズ。さあ、1分経過です。はい、で、あー、何も見えない。加えときます。もやし、フライパンに。おお、もう今日は10分ありますから。10分ってすごいですよ、はい。このグラタン皿にラップをして、はい、2、3分ぐらいレンチンしておきます。あ、レンチンなんだ。これでもうできます、これ。で、こっちはフライパンね、両石入れといて、はい、で、火通しといてもらいましょう。はい、こちらは2分経過してます。あー、大丈夫、もう気分はいいですよ。気分はいい。気分はいいって何？もう一個こちらにスキレットを用意してあるんですけど、はい、オリーブオイル、オリーブオイル。でぶっちゃけこれもうほっといたらできるみたいな料理です。ニンニクもぶち込んで、はい、あー、いい匂いしてきました。もういかにこうやって並行してね、そうやっていくかが大事ですもんね。今3つ並行して作ってますから。なるほど。これ前回とんかつ、はい、カツ丼作ったんですけど、はい、それで余った卵があるんで、はい、さらに余ったパン粉、うんうん、パン粉入れて、これここに打ち込む。ほう、これでもうほっとくだけでオムレツができます。ワンチャン4いけるかもしんないぞ、これ。これきゅうりね、はい、端っこ切り落として、で、潰します。おお、あー、叩いてる。あボコボコだ。ボコボコだ。もうここに皿にぶち込んじゃって。はいはい。さあ、残り5分。残り5分か。まだ完成は今のところゼロです。こちらに、本つゆと、ごま油。お、鉄板だね。うん。ここに万能調味料。万能調味料、この味ね。おーい。あー、もう。まだめっちゃ焦ってんじゃん。入れごま。
して糸切り唐辛子。はい、はい、まず一品目、おたたききゅうり。はい、ありがとうございます。いこちらにソース。はいはいはい、あ、なんか美味しそうに見える。そう、お好み焼きっぽい。これはね、何かというと、はい、はい、二品目、スキレットトンペイ焼き。あー、トンは、あ、トンないわ。スキレットお好み焼き。いや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 、あのお好み焼き風オムレツ。はい、びっくりした。はい、胡椒たっぷり、本中で味付けは。あ、本中は万能だな。万能なんですね。で、味の素。はい、さあ残り2分。はい、みんな大好き豚もやし。はい、熱い。おっとっと、どうなるんだこれ。こちらに、ちょっと待って、最後ちゃんとお客さんに出すからね。で、バーナー、はい、炙る。いや、まだまだまだいける、まだ多分まだいける、多分これね、多分まだいける。もうちょっと出ようの合図だった気がする。もうちょっと出ようの合図。音が怖い、音が怖い。早く早く、かつお節。はい、こちらで、はい、即席豆乳チーズ豆腐。即席豆乳チーズ豆腐ってそのままじゃない？グラタン。即席豆乳チーズグラタン。はい。できたー。はーい、お疲れ様でした。ということで、マジギリギリ10分。はい、すごい。お疲れ様でした。さすが、10分で4品完成しました。さすがですね、仕込みもないまま。素晴らしいです。汗やばい。ということで、じゃあ食べましょうか。はい、ありがとうございます。いただきましょう。ということで、はい、素晴らしいですね。急にもう居酒屋になりました。急に10分で、すごい、10分でこんな居酒屋になっちゃうの、うん、すごいね、うん、じゃあ早速、はい、いただきまーす。すごいな、10分クオリティで、これはすごいな。じゃあいただきます。豚もやしから。豚もや、うん、安定感ありますね。安定してます、うん、安定してます。いただきます。いきます。うんうんうん、豚もやしですからね。うまっ。うーん、きゅうりうまっ。うん、10分でこれ出てきたらさ、うん、大満足だよな。うん、家で。さすがにでも10分だから、うん、凝ったものはもう作れないなって分かってたから、うん、もういかに、うん、もう味見せずとも美味しいものを作れるかっていうことに焦点を当てた。ちょっとオムレツもいただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。うまい、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 うん、うまい、うん、うまい、うまい、うん。これが一番不安なんだけど、これどう。ちょっとね、薄味だからお好みでお醤油足してもらうといい。あ、普通にうまい。おう、うん、うまい。あ、全然上のチーズと鰹節と一緒に食えば、うん、だからちょうどいい。ちょうどいい。あ、よかった。うん、全然的にヘルシーでいいね。そう、ヘルシーヘルシーなんです。ヘルシー、うまっ。うん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 、うまいわ。豆乳と豆腐合うんだよね、やっぱね。最近冷ややっこじゃなくて、うん、寒いからさ、温めてで本つゆかけて食べるんだけど、うんうん、豆乳入れてもいいかもね。めっちゃ美味しい、うん、はい、ということで今回はルン君が10分で何品、ご飯が作れるのかというところで、もうギリギリ10分で4品。うん、よく頑張りました。すごいですね、これはさすがと言わざるを得ませんね。じゃあ5品を。そうだね、5品だ。目標にしていただいて。あ、しかもこれ禁止で。マジ絶対無理な気がする。マジか。はい、ということで、はい、はい、素晴らしかったということで、皆さんも10分で何品できるかぜひ、うん、チャレンジしてみてください。上には多分上がいる。あ、ね、8品ぐらい作れるのか。8品作れる人がいる。世界チャンピオン多分いるな。でもやっぱね、お母さんは強いよ。お母さんは強いね。そうだね、手際いいからね。間違いないです。はい、ということで本日の動画でございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイチャ。パパパパ。